こことか資本似てる似てるってほら見てやっぱ家族だね安心したちゃんとお母さんやってんじゃん馬鹿 <laughs> にしてないって心配してたのあんた達適婚だったしそれに実家暮らしだったから自炊してないし料理できなくてどうしようって泣きついてきたのは誰だったの そうそうちゃんと感謝しなさい最近は偉いじゃんもうレシピ見なくてもできるんだ成長だねまさか志保がそこまで行くとは思わなかった <laughs> <laughs> 俺？あれいいよそんなの <laughs> そういうとこだけ頑固なんだから ああ、この子がちゃんと健康に成長してるそれがお礼ってことでいいおい泣くな泣くな私私はいたって健康だけどちゃんと自炊もしてるし心配しなくていいから最近保育園に入ったんでしょ気にするのはこっち それに最近仕事中の居眠りがひどいよバレてるバレてるそんなに疲れてるならちゃんと有給取って溜まってるでしょあんまり使ってないの知ってるんだから頑張りすぎ分かったおいお母さん言うな だから私のことは心配するなって田中なんでここで田中が出てくるわけ最近どうってあいつはな何でもないから知ってるでしょあいつの性格女の子とっかえひっかえ今狙ってるのは最近入ってきた新人だってよ そう。相変わらずはああありがとう別にスキンケア変えてないけど何それ褒めすぎそんなに変わった私色気ついた何その言い方 まあながち間違いではないかなうるさいないきなり大きい声出さないでまあ最近付き合い始めたあっし他の人には言わないでなんでって言われても だって私じゃ不釣り合いだって知ってるしえ相手そそれはなんでバレた私そんなに分かりやすい志保には何でもバレバレなわけ ポーーカーフェイスねでもこれは内緒ね付き合ってることバレたらあいつの評判下がりしそうじゃんうん内緒にしてって言ってるえなんでってだから それはダメそりゃ公表しなかったら他の子たちがあいつを狙うのは仕方ないことだしでもうん仕方なくないね私さこんなんじゃん 仕事一生懸命してるだけなのにみんなから怖がられてるみたいだし <laughs> 私のチームはド M ばっかだからねえ優しくできてるのかな言い方きついってよく田中に言われるしあいつ人当たりいいからさたまに聞いてもないのにアドバイスくれるの そう…それ聞いちゃうとさもっと笑って優しくしないとなって思うんだけどそうねでも目が離せないのよ一生懸命頑張ってるし調子に乗ったことはよく言ってるけど なんだかんだでちゃんとやるしさ頑張りすぎちゃうとこ場の空気を和ましてくれるところみんなの助けになりたいからっていつも無茶ばっかして目が離せなくてさまあね毎日好きって言われりゃ気にするでしょ やっと自覚したのありがとう私は相当あいつのことが好きみたいでもなやっぱ公表するとあいつの評判下がるし今後にも影響出てくると思うしえ好きの 自あどんくさいところとか甘やかしてあげたいなって思うけど我慢 <laughs> 何いきなりのろけ我慢できないね確か。 たまに行ったけどね隣の席だから余計意識しちゃうっていうのもあるし手をつないだ時の記憶とか意外とゴツゴツしてるんだなとか抱きしめてくれた時こんな匂いがするんだって <laughs> 心地いいなとか。 そういういのを思い出したらたまに我慢はできなくなるけどそうねあいつのこと好きっていう相談はたまに受ける我慢できなくなるあいつは私のなのにって素直に言えたらいいんだけど 先輩として答えちゃうんだよねそれにあいつところ構わず私のこと好きって言い回ってるからさなんか敵対視されてるみたいで普段は近づかない子達が近づいてくるっていうかするよ私だって嫉妬くらい好きなんだから ちょっと志穂 <laughs> いつからそこにいたわけお母さんだいぶ前にいたのね聞いてたああいい返事ね忘れて あんな弱った姿あんたに見せられないでしょなんでってあんたは私の後輩だからあ彼氏自信ないに決まってるでしょみんな私のこと嫌ってるのよ何その苦笑い 尊敬尊敬して近づけないそんなわけ前までは普通に私と話してくれた子たちがどんどん避けるようになっちゃってあんたのせいなんで 私に近づくなって言ったあんたと私が付き合ってることを公表してないからってことじゃあ女の子たちはああ確かに空気に敏感な子たちは多いもんねなんでそんなこと言っちゃったわけ られたくないからっていくらなんでもやりすぎよ本当に口が悪いの最近反省してたんだからそのまんまみんなそのまんまでもついてきてくれるかなあそ,そうね あんたがそんなこと言わなかったらみんな普通に話しかけてくれるんだろうけど何そのフクレッは公表はしませんなんでそんなにしたいわけ私はあんたのものだって言ってるでしょ 言ったわよん前じゃあ今言うからちゃんと聞いて私はあんたのものだから心配しないでその顔ほんと腹立つあまだ言ってるの 公表しなかったらあんたは他のこと浮気するわけ泣きそうになってないからだって公表しなかったらどうなるかわからないって言うからもしかしたらって <laughs> そんなのわからないでしょ もしかしたら来年入ってくる新人はすごくかわいい子かもしれないしあんたのタイプかもしれないし私たちが付き合ってないってことを知ったらそっちに乗り換えるかもしれないしちょっとそんなに擦りつけないでくれるここ会社なんだから 私が心配だから何度も言ってるけど私はあんたのであ,あんたも私の信じてるよ信じてるけどそんなに言われたら不安になるでしょ なんで公表したらあんたが私みたいな厳しい先輩に脅されてるみたいなそんな変な噂とか流れるかもしれないじゃん今後に影響がどうしてだろうねあんたと付き合ってからなんか弱くなったみたい不安で。 みんな尊敬してるって誰が言ったのよそりゃ口ではみんなから好かれてるから大丈夫だとか先輩に任せるとかいくらでも言えるよ本当は不安だったんだよあんたの教育係任された時からでも あんたが毎日私のこと肯定してくれて好きだって言ってくれて本当に嬉しかっただからあんたのことは大事にしたいの分かってくれるここまで言ってわからないってあんたは本当に頑固ね 何、あんたねここ会社だって言ってるでしょあんたを信じるできるわよあんたのことはずっと信じてるから ごめん不安にさせてるよね分かったみんなに言おう付き合ってることでも誰かに何か言われたら絶対に私に報告してお願い 私…あんたのことがすごく好きみたいあやっと笑ったってそんな変な顔ずっとしてたあごめんごめんこんなに意地になるつもりはなかったの昔いろいろあって不安になっただけ 本当にごめん,んそりゃ嫉妬するでしょ公表しないからあんたは寝る女の子達た,たくさんいるしあんたは人当たりが良すぎるの何でも引き受けるし嫉妬だって言ってるでしょ最近ずっとモヤモヤしててんんごめんって だから公表するって言ったじゃんお願いあかかわいいとかだからその大きな声で言うなって恥ずかしいのバカうん 今日は金曜だしいいようちに来てすごくうれしそうねはい休憩終わるから戻ろういいじゃなくてあんたまた別事案引き受けたんだって今日中に終わるわけこのままじゃ私のうち 来られフフフフほんとあんたってかわいいやつあんたを好きになれてよかったありがとう